円安が止まりません。東京外国為替市場で一時、五年二ヶ月ぶりに一ドル百五円台をつけました。中継です。はい、円相場。現在は一ドル百五円近くで落ち着いています。円安の要因は、やはりアメリカです。景気の回復を背景に、アメリカの金利が上昇し、日本との金利の差が広がるという見方から。ドルが買われ、円が売られています。また、ニューヨーク・ダウンが連日、市場最高値を更新していることや。 午前中に発表された日本国内の経済指標が改善し安心感が広がったことも円安を加速させています1ドル105円台は2008年10月以来およそ5年2か月ぶりです円相場はこの1年間で18円程度下落し株価を押し上げてきましたしかし急激な円安は輸入コストを上げるだけの悪いインフレを引き起こす可能性が高く今後は警戒感も広がりそうです